にちは。さあ、おはようございます。始まりました、ありがとうストレッチのコーナーでございます。さあ、音量はちょっと下げていきましょう。はい。さあ、このありがとうストレッチはですね、愛してる、大好き、ありがとうの言葉を言いながら行うストレッチです。これはですね、2回言うと8カウントになります。8カウントが1セットで、大体ほぼ1セットでいきますけれども、それを2セット目になるときは私がワンモアセットって言います。ああ、私世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしております。スーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申します。今日もね、ありがとうストレッチ一緒にやりましょう。おー、いいです。いいですか、すごいね。いいです。はい、それでは、早速いきましょう。このありがとうストレッチはですね、覚えちゃうとね、あっという間に終わるストレッチでございます。あっという間に終わるので、それを習慣にしていただいて、日々ボディをね、変えていくということをやってみてください。そして一番最初にやることはこちら、ビフォーアフターのチェックですので、まずはビフォーのチェックでございます。ご自分のボディがどんな風にね、どんな風に伸びてるのかっていうのを、今の状態をチェックしていただいて、それで、次のアフターがね、どんな風になってるのかチェックすると、絶対にね、変化するんですよ、ボディさんはね、ストレッチ前と後と。ですので、それが、ビフォーアフターの違いが分かるとですね、あ、ちょっとやるとこんなに伸びるんだっていうことが分かって、それがモチベーションにつながります。モチベーションにつながると継続ができるということですね。継続ができるとボディが変化していくっていう良いループに入ってきますので、そのためにもビフォーアフターは、まあね、終わってからじゃなくて、もう一個ずつ終わって、一個のストレッチが終わったらすぐにチェックするなんていう感じでも全然 OK です。ビフォーアフター、これをやるとこんだけ変わるのかみたいなことがね、分かるとどんどんモチベーションになっていきますので、ぜひやってみてください。そして笑顔で行いますよ。笑顔ね、重要なんですよ。なぜなら呼吸ができます。呼吸ができるだとできるとボディがね、緩むんですよ。その呼吸をするためにも声を出していくっていうのが重要です。愛してる、大好き、ありがとうの言葉を言っていくことで、声を出して呼吸をしてボディを緩めていくっていうことになります。なのでこの2つちょっとね、重要ですということで、覚えておいていただければと思います。さあ、それでは行っていきましょう。ではこちらはね、忘れないようにここに愛してる、大好き、ありがとうを置いておきます。そしてビフォーアフターをチェックしていきますよ。はい、では皆様、お集まりの皆様、一緒に行きますよ。今日もね、サクッと進めるの、あやさん、おはようございます。一緒にやりましょう。サクッと進めるためにですね、説明を一つお伝えいたします。一つ、昨日ね、足首を回すところまで行きました。その次の段階、足首を回したね、足首を回した後の説明ですが、くるぶしを持ってますので、くるぶしでちょっとくるぶしをご自分で掴んで、これを振るっていうところをね、ちょっと振っていただくとですね、足首が楽に揺れる感じ、この感じを目指したい。くるぶしのところをグッとお持ちいただいて、くるぶしのね、ちょっと下のところをグッとね、両サイド掴んで、それを振る、縦にも振る、この2種類。そしたら手を離して、足をバーッと自分で、足の力でわーって振ってください。で、左右も振る。ここまで、足振り部分ですね。ここのところの説明を今日はさせていただきました。足振り、足首と、足首を持って振るのと、手を離して足だけ振り。この2種類。はい、では今日もですね、スルッと長通していきます。私がお声掛けさせていただきますので、次々いくような感じで行ってみてください。そうするとね、あっという間に3分ぐらいで終わりますよ。見せとこう。3分ぐらいであっという間に終わります。はい、ではまずはボディのチェックですね。足を、つま先立てて長座ポジション、両方の手を前にしたら、今の、ね、手が足のどの辺にあるかっていうのをチェックしてください。シータも今、土踏まずの上あたりで、背中の丸みはこんな感じで、膝下の隙間をチェックしてください。手のひら入れるとね、手がこうスルッと通る感じだと、手のひら1枚分の厚みがあります、あ、厚みじゃない、浮いてますって感じ。これがやってくるとお膝の位置がね、だんだん降りてまいります。あと、ももの張り具合をちょっとチェックして、左右差もあります。シスター右の方は丸っこい感じ、
大体ね、太さが違うんですよ、左右のね、太さ。その違いなんかも見てあげて。で、この、丸い太ももさんがダラーンって落ちてきたら、伸びたなっていう感じになってきます。あと、ふくらはぎのね、今の接地面、ももの接地面の感じも覚えておいてください。はい、では早速行きましょう。では、足の指先ほぐしからいきます。指先グイ、足指グイグイから。左足を乗っけて、右足を乗っけました。指をぐっと開いて、縦に振るのからいきますよ。エアシェル大好き、ありがとう。2回言うと、8カウント。はい、ほぼその8カウント。で、ワンモア8って言ったら、ワンモアセットって言ったら、2、8だと思ってください。はい、では行ってみよう。おー、はい、行きますよ。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指。愛してる大好き、ありがとう。ボディも使ってありがとう。お隣愛してる大好きありがとう。ボディ弾ませながら、お隣愛してる大好き声出して、愛してる大好き笑顔でね。はい、では指をぐさっと刺します。つま先ねじり、足の甲の上を持って、はい、次の愛してる大好きねじってありがとう。ボディを使って愛してる大好き。では土まず下側を持って、同じことを愛してる大好きねじってますよ。ワンモア、愛してる大好きありがとう。はい、では足首を持って振ります。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、はい、回します。せーの、愛してる大好き、肘もボディも使って、はい、ワンモア、愛してる大好き、肘も大きく、反対回し、愛してる大好き笑顔でどうぞ。愛してる大好きな、はい、足振りが出てきました。手を離して足を振ります。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き足だけ振り、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではその右足さんのふくらはぎさんを地面に置いて、左足さんは後ろ、ふくらはぎ上からきゅうりの塩もみ、せーの、愛してる大好きありが、笑顔でね、愛してる大好きナイス。膝のちょっと上、結界さん、せーの、愛してる大好き、ボディ体重乗っけてね、愛してる大好き笑顔で、内ももどうぞ、愛してる大好き、体重乗っけてもみほぐす、愛してる大好きナイス。はい、お膝さんひっくり返します。右足のふくらみ外側どうぞ、愛してる大好き笑顔で声出して、愛してる大好き、継続は力なり。はい、持ち上げて、ふくらみ後ろ側を、ふくらみ裏側も見ます。せーの、愛してる大好き、継続は力なりですよ。はい、愛してる大好き笑顔で、膝下ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、グーでほぐしてます。愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好きあり、膝のちょっと上、愛してる大好き、お皿周りゴリゴリ、お皿さん、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。お膝を伸ばして、ももの上、はい、もも上ぐいぐい、愛してる大好き、肘でも手でもいいですよ。はい、愛して大好き、手のひらでもいいですよ。つま先を膝内側、はい、同じこと、もも横ぐいぐい、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好き声出し、ここはもう1、愛してる大好き、ここね、念入りに固まりやすいです。愛してる大好きありがとう。はい、そしたら左足さんのくるぶしを乗っけて、ももの横に当てて、くるぶししごき、盛大にどうぞ。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではその足を後ろ、あ、立てます。ももの裏、もも裏をぐいぐい、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔で、内ももぐいぐい、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、外ももぐいぐい、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好き、膝裏ぐいぐい、愛してる大好き、お膝の裏ですよ。はい、愛してる大好き、あ、膝下ブラブラ、愛してる大好きありがとう、軽く揺すってありがとう、ちょっとずらして、せーの、愛してる大好きありがとう、
愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、背筋を伸ばして、愛してる大好き、ナイス。その足を後ろ、左足さんが前、右足さんが後ろでございます。右の腰に手を当てて、スルッと落としたところをグイグイ、もも横グイグイ、せーの、愛してる大好き、ありが、笑顔でね、ここを体重かけて、ありが、ワンモーセット、愛してる大好き、ありがとう。ちょっとお尻の後ろ側までほぐして、ありがとう。はい、骨盤転がし、背筋を伸ばして、左手の膝の外に左手、右手が右のお尻ぺた、骨盤を転がします。後ろから、せーの、愛してる大好き、盛大に、愛してる大好き、笑顔で声出して、ワンモア、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。背筋を伸ばして、右骨盤持って、腰と肘と肩をねじります。骨盤ねじり、これ最後、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でワンモアセット、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。これで右足終了、いいですのポーズ、いいです、笑顔でどうぞ。はい、ここまでがワンセット。はい、ありがとうございました、頑張りました、右足終了。はい、両足伸ばして、お膝を伸ばします。ちょうど、はい、では両方、あ、右手さん、今やった方の足ね、どうぞチェックです。大下のかかとまで行きましたよ。はい、そして背中の位置が落ちました。左足さんもこんな感じ、まだね、背中の位置が高いです。さあ、皆さんのボディどうでしょう。あ、お膝の裏の隙間もチェック。膝裏ね、右膝さんの方が折りましたね、右のももが伸びました、横びど、うんうん。さあ、では水分取ってください。さあ、ボディの変化ありましたらコメント欄にね、お書きいただいてもよろしいかと思いますよ。あ、アナさん、電車の中でご覧いただいてありがとうございます。電車の中でイメトレっていうのもいいと思いますよ。ありがとうございます。では水分取ってください。もうスルーバージョンだとね、片足3、4分ぐらいで終わってるんじゃないでしょうか、これきっと。水分重要ですよ。デトックス、老廃物が流れやすくなります、ストレッチの後。なぜならリンパが動くから。リンパが動くと、リンパはね、血液の下水道ですから、悪いものをお出しになる係、そのリンパさんが止まってると悪いものを出せないんですよ。出せなくなると、いろんな悪い弊害がね、ボディの中に起こっちゃうんで、そのよろしくないものをお出しになる、デトックスするためにも水分を取ってください。水分を取る、いや、はい。では早速左足さん行ってみましょう。左足さん行ってみよう。はい、ありがとうございます。はい、では横向き、左足さんのチェックからいきます。こちらまたちょっとセットして、はい、左足さんどうですか。今ね、こんな感じ。右足さんは緩んだでしょ、左足さんはまだでしょ。はい、では右足さんの上に左足さんを乗っけて、指先から、はい、スルッとつるっと流していく感じ、いきましょう。指先から、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、お隣、愛してる大好き、声掛けしていくよ。愛してる大好き、お隣、声出して、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、お隣、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、指を握手、つま先グイグイ、せーの、愛してる大好き、ねじりますよ。はい、愛してる大好き、土松のちょっと下側持ってねじって、愛してる大好き、すっごい熱くなってきた。愛してる大好き、動きますね。はい、くるぶし持って振ります。愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、回します。愛してる大好き、ボディ型、ありがとう。はい、愛してる大好き、肘も大きく回して、反対回し、愛してる大好き、声出して、はい、愛してる大好き、笑顔で足振り、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、足だけ振り、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう、左右、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ここ両足でした。行きましょう。背筋を伸ばして、ボディを倒して、両足アップ、両手アップ。これで盛大に振って、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ワンモアセット、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう。はい、ではチョキンのポーズ、チョキン。あー、シスターを
のボディだいぶ治ってきました、笑顔でね。はい、ではいいですもん、ついでにいいです。はい、OK、ありがとうございます。腹筋使ってますこれね。はい、では足を左足下向く、ちょっとほんと暑い、暑くなってきましたね今日。いいですね、ありがたい、高いですね。はい、ではふくらはぎさんほぐしましょう。上からキュウリの塩もみせの、愛してる大好き、いいですよ。はい、愛してる大好き、結界さん、はい、愛し、膝のちょっと上ね、ありがとう、お膝さんのちょっと上、大好き、ありがとう、内ももさん、愛してる大好き、体重かけて、愛してる大好き、体重の使いどころですよ。はい、ではお膝をひっくり返して、左足ふくらはぎさん外側性の、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、お膝を立てて、ふくらはぎ下側さん性の、愛してる裏側さん、ありがとう、愛してる大好き、膝下ゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、お皿周りゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、お膝を伸ばして、もも上ぐいぐい、愛してる大好き、肘でも手でもいいですよ、愛してる大好き、つま先お膝内側、もも外ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ワンモーセット、はい、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き。ではくるぶし、右足のくるぶしを乗っけて、もも横をしごきます。くるぶししごきせーの、愛してる大好き、ありがとう、ボディ全身でどう盛大に、もも愛してる大好き、ありがとう、ここ念入り、愛してる大好き、ナイス。はい、では膝を立てて、もも裏ぐいぐいせーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ゆすってね、内もも愛してる大好き、ありがとう、ゆすってね、愛してる大好き、外側どうぞ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、膝裏ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、膝下ブラブラ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、では左足さんを後ろ、右足さんが前、マーメイドを座り、マーメイド座り、こっちか。はい、では左足さんの腰の横、はい、体重をグッとかけて、ももの横ほぐします、どうぞ。愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ここ念入りにワンマーセット、愛してる大好き、体重かけてね、はい、愛してる大好き、ナイス。背筋を伸ばして、骨盤転がし、右手さんを右のお膝の横、左手さんを左のお尻ペタ、後ろからせーの、愛してる大好き、少しボディを前に出す感じ、愛してる大好き、ありがとう、どうも、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。背筋を伸ばして、右手さんを右の腰の横、腰の横、左手さん腰、はい、ボディを回します。ねじる。せーの。愛してる。大好き。腰と肘としっかり動かして。わま。大好き。ありがとう。わま。愛してる。大好き。いいですよ。ナイス。では、これで両足骨盤転がし。いいです。はい、では、マットを畳んでいただいてもいいし、マットっていうか、クッションっていうか、座布団っていうか、なんでもいいです。お尻さんをちょっと守っていただいて、座骨さんね。お尻の一番下の骨。背筋を伸ばします。足は腰幅より大きめ、ちょっと肩幅で踏ん張っていただいて、骨盤を後ろに倒すのと前に倒すのと盛大にいきましょう。せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる大好き、ナイス。背筋を伸ばして、骨盤をその場でクイック、せーの、愛してる大好き、ありがとう、これが最後、ありがとう、ワンモア、愛してる大好き、ありがとう、最後のストレッチ、ナイス。はい、ではできました。いいですよ、ポーズどうぞ。手は丸で、足は上げて、ちょっと腹筋使って背筋を伸ばして、ちょっと手がこっちこっち、いいです。はい、ありがとうございます、バッチリ上手、皆様。はい、では、ふぅ、はい、ということでできました。
のチェックです。どうぞ。わあ、だいぶ降りましたよこれ。はい、で右足さん、だいぶ降りました。スタート時点このぐらいでしたからね。これがここまで降り、いいです、ナイスです、ありがとうございます。今日も頑張った自分とみんなに拍手。いやいいです、素晴らしい、いいですのポーズ。座ったバージョンもいつでもできるようにしておいてください。いいですの、あの足はポワンとでしょ、背筋を伸ばすでしょ、丸でしょ、でちょっとボディを後ろに倒す、こうか、そうすると、いいです、座ったバージョンポーズができます。ポワンと重要ですね。で、腹筋使っておりますよ、腹筋。はい、こちらも練習しておいてください。立ったポーズも重要だけど、座ったポーズもできるように。はい、ということで、ボディの変化ございましたでしょうか。はい、ご自分のね、ボディの日々の変化、ちょっとずつ微差の変化に気づくっていうのは重要ですよ。人生において微差に気づくことが重要。次、はい、ではシスターの告知さん、いいですビデオ上映会ボリューム1、ひろみの日の地。ひろみの日の地はシスターが、東京マイムカレッジっていうところで2年間学んで、そこで終了公演っていうのがあって、その2年間やった後に初めてソロパントマイム公演をやります。その公演のビデオがなんと奇跡的に残っておりまして、その映像をみんなでね、見ながらちゃちゃを入れる。そのシスターがトークをね、その頃の映像見たいよね。いやーお見せしたい。そして、その後に飲み会と、卒業式の模様のビデオがなんと奇跡的にこれも残っておりまして、その模様をちょっとちょこっとお見せいたしたいと思います。並木隆夫先生のもとで私学んでたんですけど、並木先生のコメントなんかもね、ちらっとお見せできるかと思います。はい、3月26日14時と18時スタジオエヴァでやっております。ぜひこちらの QR コードでよろしくお願いいたします。はい、ということでいいです。いや今日も無事終了いたしました。明日また土曜日ね、この後のスケジュールの方も出してFacebook の方には載っておりますので、そちらをご覧ください。で明日9時からまたやります。で日曜日は本番があってシスターできないんですが、来週はまた、この後火水木金はできる予定でおります。9時からね。はい、ぜひご参加ください。はい、今日も本当にありがとうございました。このまま良い一日、まああったかいからね、私も盛り上がっています。もう春になると私、いや、いつも盛り上がってるけど、春はさらに盛り上がるね。はい、では、皆さんごきげんよう。Have a nice Friday. チャオ、バイバイ。